あら、珍しいわね、ネフレン。ナイグラート、どういう風の吹き回し？あなたが厨房にいるなんて。ん、ちょっと。もしかして恋する乙女の手料理だったりするのかしら？それはない。あら、そう、つまんないわね。図書室に料理の本があった。面白そうだから試してみたい。ほら、見て。あら、これはほんと珍しい料理ね。ヴィレムは料理も上手だから。でもこれならびっくりすると思う。なんだ、やっぱり乙女の手料理じゃない。何か言った？何にも。でもこれ珍しい料理なだけに、食材も普段見かけないものばかり。うちの食料庫にも、きっと町のお店にもないと思うわよ。そう。でも安心して、私と一緒に山に行きましょう。山？ええ、山には何でもあるんだから。週末何してますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？スペシャルオーディオドラマ、山狩りダイアリー。やっ、雲の巣、もうまた髪に引っかかった。クトリがぼーっとしてるからっすよ。私みたいに周囲を常に警戒し続ければ。鼻が、枝が鼻に、アクション。アイセアも人のこと言えないじゃない。二人とも静かに。山の中はどこに危険が潜んでいるかわからないんだから。でも猛獣に気づかれないよう工夫してるネフレンのことを少しは見習いなさい。もう、レン、なんすか、そのお腰に下げた木の枝の束は。枝についた葉っぱを引きずって足跡を消してる。山歩きってそうまでしないとダメなものなの。二人とも無理についてこなくてもよかったのに。いや、レンが義官のために手料理を作る、しかも食材探しを一からなんて話を聞いたら、同行しないわけにはいかないっすよ。ねえ、クトリ。え、いや、その、ほら、彼に変なもの食べさせたらあれかなって。もちろんレンが変なもの食べさせるとかはないだろうけど、別に、なんていうか。あら、ちょっとみんな、これを見て。なんすか？木の根っこ？違う。あ、このキノコって。一夜だけね。ワンナイトタケモク雪吊り竹科のキノコで、ネフレンが探していた食材の一つだわ。図鑑と一致。早速ゲット。もぎ、もぎ。肉厚でもっちりした食感で、ソテーするだけでも十分美味しいのよ。へえ、よく知ってるのね、ナイグラート。もちろん。この山の中のものはほぼすべて、一度は胃袋に収めているもの。冗談なのかマジなのかがわからんす。それで、この木の周りも見てちょうだい。どんぐり？いっぱい落ちてるみたいだけど。この木はシイの木、マテバシイの亜種。私いつまでも松葉シイね。この実は軽くいって食べると、コリコリと香ばしくて甘くってやみつきになるわよ。木の実パイの材料に使えそう。あ、でもこの木があるということは。シカ！シカ？すごく立派な角にたてがみ。物の本によれば、馬鹿っていう種類。いやー、かわいいっすね。そうだ、こんなこともあろうかと用意していた鹿せんべいで。危ないわよ。急に突進してきた。好戦的な鹿なのよ。さっきのシイの実を主食にして、縄張りに近づくものを激しく敵視するの。うわ、また突っ込んでくるっす。ナイグラート、危ない。ナイグラートが鹿に突き飛ばされて、ヤブの下に。ナイグラート、ふん、鹿。なんすか今の音。ナイグラート、はいはい、
無事？ええ、ご覧の通りね。よっこいしょっと。ふぅ、重かった。大事がなくてよかったっす。けどその鹿は？肉質はきめ細やか。馬肉の滑らかさと鹿肉の野趣とは合わせ持った極上の味よ。仕留められてよかったわ。仕留めたって？私も久しく口にしていないのよね。あんなところで会えるなんてついてたわ。そういう問題とはいえ、この鹿を抱えていくのも大変だから、このあたりに。おりゃ、こんな感じで吊るしておきましょう。後でまた取りに来ればいいわ。さ、行くわよ。山の珍味はまだまだたくさんあるんだから。うん、頼もしい。見た？鹿の頭のとこ。見たっすよ。鹿さんの角と角の間、綺麗に拳のめり込んだ跡が。武器もなしに一撃で。ほら早く、日が暮れる前に帰らなくなるわよ。はいっす。はい。さっきのところに比べるとどんどん薄気味悪くなってきたっすね。常人がおいそれと立ち入れない場所にこそ珍しい食材は眠っているものよ。うん、ヴィレムの胃袋に勝つには素材のインパクトが必要。え、勝負？まあ何でもいいっすけど。うわー、 なんすか今ほっぺにぬめってぬめぬめってしたものが。うわー、手にもついた。あらあら、ハエトリカズラに引っかかっちゃったのね。ハエトリカズラ？茎やツタから粘液を出して大木に張り付く植物よ。ハエトリって名前だけど食虫植物ではないの。へえ。うわ、ねじょねじょが、ねじょねじょが。粘液を洗い流してよく煮込めば、それだけで薬いらずの需要の高いスープになるわ。なるほど、いい食材。アイセア、この袋に入れて。私にねちょねちょをつけないように。私の心配は二の次なんすね。よいしょ。顔も手もねちょねちょっす。あ、それ早く洗い流した方がいいわよ。洗い流すって言っても。かゆい、かゆいっす。顔が、手がかゆい。肌につくと猛烈にかゆくなるのよね、あれ。やだ、アイセア、こっち近づかないで。何か服物くださいっすよ。手にハエトリカズラの汁がついてるじゃない。追いかけてこないでよ。ひどいっす。友達じゃないっすか。だってそれがついたら私までかゆく。七星マダラゴケグモがいるなんて。油で揚げるとチョコレートみたいな香りがしてなかなかいけるのよね。これ図鑑と一致。クトリ、その雲捕まえて。え、持って帰る気なの？ナイグラート、今の鳴き声は？深酔いゲボ吐き鳥ね。皮下脂肪が豊富で水炊きにするとたくさん油が出るのだけど、その出汁はこってりしつつもあっさり、こっさりな味わいがあるのよ。変な色のカタツムリがいる。これは赤巻マイマイもどき、青巻マイマイもどき、キマキマイマイね。赤巻マイマイもどき、青巻マイマイもどき、キマキマイマイ。赤巻マイマイと赤巻マイマイもどき、青巻マイマイは毒があるけど、この赤巻マイマイもどき、青巻マイマイもどき、キマキマイマイはオーブンで焼くとサザエみたいな味がして美味しいわよ。ナイグラート、物知り。やだ、取れない。この蜘蛛の背、すっごく強力でネバネバしてて。クトリ、すぐそばまで蜘蛛が。キモいっす。ひどい、友達じゃない。なん
私、まだちょっと顔と手がかゆいっす。怖かった。あんな間近で雲が口開くの見たの、初めて。確かにちょっと疲れちゃったわね。こういう時は、あったあった。はい、召し上がれ。元気が出ると思うわよ。これ、果物っすか？ええ。とっても甘くて、ちょっとだけビター。そんな素敵な山の幸よ。ありがとう。ちなみにこれはなんていう名前なの？ビーレム大スッキーよ。え？ビレ？だから、ビーレム大スッキーだって。さん、はい。いや、別に名前なんて言わなくても。ちゃんと言わないと食べさせません。さん、はい。ビーレムダイス。ほら、ちゃんと言って。ビーレムダイス。それ、青ひげ。ああ、そうだったわね。間違えてたわ。ナイグラート！うっかり。おいおい。でも、この実が疲労回復にいいのは本当よ。山で迷った時とか、この木を見つけると生存確率もぐんと上がるという統計もあるし。ナイグラートは何でも知ってる。やめてよ。私はただ好きで食べて覚えているだけ。食べることが大好きな食いしん坊さんってだけよ。いや、いくら可愛くぶったって。土とか石とかも含めて、この山にある全てのものを一度は食べたんじゃないかって思っちゃうわ。そうね。食べるなら沢の方にある赤茶色の泥だけにしておきなさい。ただ栄養価は高いけど、あまり美味しくないわよ。え？ネフレ、食材の方はどう？結構収穫できた。そうっすね。私は早く風呂に入りたいっす。じゃあそろそろ帰りましょうか、ナイグラート。どうしたの、ナイグラート？見つけた。見つけたって何？あれって金色の大きなクマ？あれ、本当にクマなの？なんて神々しい。全身の毛が光り輝いて、それにあの瞳、見てるだけで吸い込まれそうっす。私も何度かこの山に入ってるけど、過去に一度しか会えなかったのよ。あの山の神には。山の神？神様か。確かに、あんな綺麗な生き物に出会えるなんて。今日は来てよかったかな。じゃ、借りましょうか。え？あのクマだけはまだ口にできてなかったのよね。どんな味がするのかしら。単一種ってあまり美味しい印象はないんだけど、食べてみないとわからないしね。ちょっとナイグラート、あれ山の神様なんでしょ？食べちゃうの？食べちゃうの？さあ、行くわよ。おーりゃー、クマ、とりゃー、はよい。どうするすか？私、もう付き合いきれない。レンはどうすか？うん、もうたくさん取れた。それじゃあ、うん、帰ろうか。満足。うわぁ、クマ。お、今日の料理はネフレンが作ってくれたんだって？うん、ビレムのために頑張った。そうか、そりゃ嬉しいな。じゃあスープからどうぞ。あれって、うん、うまい。かゆい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 。あ、どうしたアイセア、身をよじって。なんでもないっす。それにしてもこのスープ、出汁がよく出て香りも芳醇で。あ、これ何が入ってるんだ？ある植物を煮ただけ。へえ、
それじゃあ次はこっちの揚げ物、なんか変な形だけど。これもうまい。苦味の中に少しチョコレートっぽい甘みもあって、どうしたクトリ、口元押さえて。なんでもない。ああ、俺だけ食っててすまんな。ほら、食うか。絶対いらない。そうか。まだこんなのもある。おお、キノコのステーキにこっちは巻き貝か。少し変わった色をしてるが。どんどん食べて。ああ、遠慮なく。ところでナイグラートの姿が見えないが、あいつどこ行ったんだ。多分まだ山の中。決着つかず延々と再戦してるみたいっす。まさに食うか食われるかの戦い。なんだそりゃ。クマー！なんだ、山の方からすげえ声が今。あ、勝った。